今回なんですけど、一本の動画にするのはね、ちょっとネタが弱いかなというか、そんな長い動画にならないかなと思って作ってこなかった小ネタですね、いわゆる。小ネタシリーズ第2弾、こちらね、やっていきたいなと思います。まずは、シェフピクミンの色違い、こちらに関する情報が入ってきましたんで、こちらからやっていこうかなと。シェフピクミン実装が4月24なんで、その実装されてから3日後に、アナウンスがありました。シェフピクミンを狙うのであれば、赤、青、黄色の3種類の苗だけを取るようにしましょう。で、これね、結構ごっちゃというか、ややこしくなってしまってるんですけど、コンビニのお菓子ピクミン、こちらいるじゃないですか、お菓子ピクミン。お菓子ピクミンと、このシェフの色違いのピクミン、こちらのピクミンの実装の日にちが非常に近いんですよ。だから、お菓子とシェフで混雑するというか、わけわかんないことになってしまって、どの苗をキープして、どの苗をそのリリースすればいいかみたいなのが、若干混乱するんですよね、僕。未だに間違えそうになります。コンビニの苗の白とかグレーをリリースしそうになるし、レストラン苗だったら赤、青、黄色の3種類をキープすると良いです。で、コンビニの苗だったら全種類とりあえずキープしておくと OK です。このコンビニのそのスイーツ、お菓子ピクミンの実装日、こちらも実は明らかになっていて、4月の26日です。こちらは公式のコミュニティにてね、その実装日が運営さんが明らかにしてくれたんで、4月26日より前のコンビニの苗はリリースしても OK かなと思います。それより前のコンビニの苗からは、そのお菓子のピクミンは出ません。そしたら次の情報いきますか。ピクミンの新モーション。おそらくバージョン44からだと思うんですけど、新モーションがね、追加されたということで、これね、なんとピクミンが怒るんですよ。どうやって怒らせることができるかというと、連続でタップをします。これぐらいの感覚。これぐらいゆっくりタップし続けて、ほら、怒るんですよ。怒った。何回も怒らせてね。じゃあ別のピクミンにしますか。ちょっと申し訳ないな。こんな感じで連続でひたすらタップしてって、で、あんま早くタップしない方が怒らせやすいかな。これぐらいの速度でタップして、ひたすら怒るのを待つみたいな。おお。連続でタップすると怒るモーションもそのスキップしてしまうんですよ。ほら、こんな感じで。今。ちょっと一瞬怒ったけどすぐにタップしたから怒るモーションがキャンセルされたじゃないですか。他のピクミン赤とかも怒るのかな。あ、怒りますね、ちゃんと。ちゃんと怒るって言い方おかしいけど。羽ピクミンはどうかな。あ、羽ピクミンも怒るんですね。まあ、どのピクミンもおそらくね、怒ると思います。岩ピクミンも怒ってますよ。岩ピクミンの怒るとき圧がちょっとすごいですね。おお、一番強そうに怒りますね。それで最後ですね、次は。ポストカード問題について話そうかなと思います。ポストカードなんですけど、まあ、フレンドさんからこんな風にね、ポストカードが送られてきまして、で、ポストカード自分が持っていたらこれをタップすることで返信することができるんですけど、その、今回のウィークリーチャレンジでフレンドをね、たくさん募集をした方だったらわかると思うんですけど、ポストカードがね、マジで枯渇します。最終的にはね、皆さんゼロになると思います。なんでかっていうと、1日に拾えるポストカードの枚数ってね、結構少なくなってしまうんですよ。最低で4枚で、頑張って10枚いくかいかないかみたいな、そんな感じになってしまってね、ポストカードってね、集めるのが大変なんですよ、本当に。こんな風にね、今は送ってくださってありがたいんですけど、お返しがね、できないんですよ。1枚も持ってないおかせいで。これがもどかしいんですよね、本当に。こんな風にちょっと動画でね、紹介させていただいてるみたいな形にはなってしまうんですけれども。ポストカードがなんで集めにくいのかっていうと、ビッグフラワーから出たフルーツからポストカードって出ないんですよ。これがね、多分一番大きい理由なのかなって個人的には思いますね。あと、苗なんですけど、苗もポストカードが出たり出なかったり、必ず出るというわけではなくて、苗のポストカードが出るのも確率なんですよ。これがね、ちょっとね、そう、これのせいでポストカードがね、
集まりにくくなってるんですよ。でポストカードが必ず出る、まあ上限に達していなかったら必ず出るのはもう皆さんご存知、チャレンジ。チャレンジをやればポストカードは上限に届いていなかったら、あ、所持数上限に届いていなかったら必ず出ます。ただねチャレンジも3回しかできないじゃないですか。だからね、結局1日に何枚もポストカード集めることって難しいんですよ。でチャレンジ以外でほぼ確実にねポストカードを入手する方法、それも一応あるんですけれども、野良で出るフルーツ、野良で出るフルーツからはポストカードが出る確率が非常に高いです。ただね、同じ種類のポストカードを何枚もキープすることは難しいんで、そこだけはちょっと注意していただきたいですね。で野良のフルーツとビッグフラワーから出るフルーツのその見分け方、まあ、これももう知ってる人いると思うんですけど、あのお使い一覧を見まして、画面右下に花のマークついてるんですよ。でその花のマークがついているものがビッグフラワーから出たフルーツとなります。でこのビッグフラワーから出たフルーツからはほぼほぼポストカードは拾えないですね。でこのマークがついていないものがいわゆるノラのフルーツというものでして、まあ、僕が勝手にノラって言ってるだけなんですけどね、このノラのフルーツからはほぼ確実にポストカードが拾えます。でこのノラのフルーツ、じゃあどうやって獲得すればいいのかって話なんですけど、一番おすすめなのは探知機です。探知機を打つと即座にノラのフルーツを1個以上出すことができます。で探知機は1日1回は無料で打てるんで、なんだろう、レアな苗が別に欲しくなくても、まあ、その日探知機打たずに終わってしまいそうだなって日はとりあえずもう探知機を打ってしまった方がいいです。苗が別にいらなくても、苗をもうで探知機で出た苗をリリースしてでもそのフルーツのために探知機を打つっていうのは全然ありなんですよ。まあもちろん無料分での話ですけどね。だから1日1回の探知機でその最低でもポストカードは1枚獲得できます。で最低で1枚なんで、実際は2枚とか3枚全然出ることあります、1回探知機打つだけでね。だからその1回の探知機プラスアルファのチャレンジ3回、これで最低4枚は1日拾えます。それかその自宅付近のセルを全部開けておいて無限フルーツをやってる方だったら、まあそれなりにねポストカードはね拾えるかなと思うんですけど、ただ先ほど言った通り同じポストカードを何枚も所持することが結構確率的に難しいんで、自宅近辺で出たポストカードすぐフレンドに送ってってやらないと、そのポストカードをね拾い続けることはできないですね。ビッグフラワーからね出たフルーツからねポストカード出すようにしてくれれば個人的にはね一番ありがたいかなって思ってます。それではね、今回は小ネタ動画ということで3つのねトピックを紹介させていただきました。もしよろしければ参考にしてください。それでは今回はこの辺で失礼します。ありがとうございました。